具体的に高校2年生から家庭教師やってました。あ、爆痛ですね。僕にとってね、鬼門と言えばいいのかな。叩きつけて、踏みつけて、金魚鉢の中入れて、ドライで乾かして、もうページをもうこれ1日かかります、作業でしたね。もうさあ、で始まりました、もちゃチャンネル。さあ、今回は総先生においていただきました。よろしくお願いします。はい。総先生、はい、いろんな塾予備校の先生に今出てもらってるんですけど、はい。その先生たちのまあ成り上がりをちょっといろいろ聞いてるんで。いや、素晴らしい先生のオンパレードで、もうびっくりしました。もう、あと、上の先生はもう、墓場の中に入らないといないぐらいのレベルで、もういろんな先生、スーパースターが出てるじゃないですか。まだまだ、まだまだ、いっぱいいらっしゃいますよ、伝説的な。そうですかね。なのって、はい、そのまあ伝説的な講師の一人なんで。いやいや、もう本当に申し訳ない、もう、かたじけない。そんな、はい、先生のね、どうやってやってきたのか。もう、塾ではもう働いてたんですよ。生まれた時からってことですか。ああ、そうですね。ドイツの時点からの話が、まず設定してくれないと。大学入って、そうですね、大学生の時からもう塾講師だとか家庭教師だとか、うん、ずっとやってましたね。もう関西でやってたの。そうですね、僕具体的に高校2年生から家庭教師やってました。数学の家庭教師やってました。ここにから家の近所のね、女の子なんですけど、はい、数学ができるお兄ちゃんが近所にいるらしいっていうか、はい、そういう噂になって教えましたね。まあ、でただ無料なんでね、まあまあ一高校生が別の高校生を教えるみたいなスタイルなんで、そんな感じだった、ね。うん、まあまあ家庭教師というほどのものではないんですけど、はい、その頃からですね、始まりは。あ、これ教えられるなって思った。うん、まあ、教える喜びみたいな、分からせる喜びみたいなものの、何か行くばっかはね、多分その時も感じてたんでしょうね。で、はい、自分も受験でさらに教えてっていう感じ、はいはい、まあ、確かに教えると勉強になることはありますよね。そうなんですよ。これなんかでも、なんか人に教えるっていうね、授業があっていいんじゃないかなと思いますね。なるほど、なるほど。まあ、早稲田受けてましたけどね。早稲田受けました。はい。行ってないですもんね。はい。その時の面白いエピソードがある。いやいやいや、早稲田、僕ね、ほんとね、恐ろしい。爆痛ですね、僕にとってね。鬼門と言えばいいのかな。早稲田の受験のね、僕前日だったかに、東京ね、親戚いっぱいいるんですけど、はい、おばの家に、まあ、一泊させてもらったんですよ、はい。これ直前に決めたっていうのもあって、ね、ホテルのね、宿泊を、はいはい。で、そのホテルが取れなかったんですよ、はいはい。大きな立派なね、帝国ホテルだとか、はいはい、それが取れるんで、予約は取れるんですけど、はいはい、まさか筆箱持って受験生がね、はい、帝国ホテルの赤絨毯踏みながら行ってきますっていうのもなんか変だから、はい、ビジネスホテルがいっぱいだって相談したら、はい、刑事さん何言ってるのと、私の家にいらっしゃいって言われたんですよ、はいはいはい。そのおばさんというのはね、ちょっと僕ちょっと若干こう天敵というか、はいはい、ちょっと親戚縁者の中にもいません。ちょっとこうこの人は不得意だなっていうね、怖いんですよ。で、僕は前日に試験会場の下見をして、で、まあそのおばさん家に行ったんですけど、過去問をねボロボロにするという作業が残ってて、はいはいはい、そうなんですよ。まさに文字通りその通りで、はい、過去問ってみんなもう特に早稲田とかね、もうボロボロになるまでやり尽くして、これをこうこれ見よがしにね、あのテスト会場で、あー、なるほど、見せつける英単語集とかね、はい、もう手が汚いのかぐらいにボロボロなのを見せて、こんなに俺やりましたって、これほらマウント取ってくるじゃん。で、僕ね、赤本持ってなかったんですよ、早稲田。これ恥ずかしながら。ただこれやったんですよ。塾とか予備校とかでコピーしてもらったのもうやり込んでいってますから、もう絶大なる自信というほどではないけど、だからもう当然勝つと思って言ってるんだけど、赤本持ってなくちゃこれ話にならないと。で、購入してピカピカだったんですよ。これじゃダメだと。だから前日東京でもうとにかく叩きつけて、踏みつけて、金魚鉢の中入れて、ドライで乾かして、もうページをもう、これ1日かかります、作業としてはね。もうとても大事な作業なんですよ。試験会場で赤本出して、どうだと。このドヤ顔するために大事な作業ね。これやろうと思ったんですよ。そのおばさんに会ったら、ケイジさん今から何をするのって言われたんですよ。で、前日だからね、赤本をやろうとって、これ僕のやろうとは、ボロボロにやろうとなんだけど、言ったら殺されるからね。赤本をやろうとって言ったら、なかなかもうその時怒ってたし、何言ってるのかわからないけど、多分翻訳すると過去問演習なんてのは前日までにもう当に終わってるべきものなのよと、 あんた何を言ってるんだ、多分そういうことでしょうね。で、その後あの続けて言われた言葉はね、本当なんですけど、泳いでらっしゃいって言われたんです。勉強せずに泳ぐって何ですかと。水着も持ってないんですけどって言ったら、水着ならあらやって、もうめちゃくちゃブーメランの分かるものすごいのを出してきて、これを履きなさいって。そのおばさんがね、家がビルなんですよ。テナントビルみたいになってるの。ほいほい。で、上層階が住居棟で、下が全部ね、テナントで、7階だか8階だかがスポーツクラブ経営してる。そこそこだからお金のあるお家なんですけど、そこに
無理やり連れて行かれて、もうポージングしながらね待ってました。刑事さんって言ってね、明日なんかそう試験らしいですねって言って、僕は慶応なんですって言ってね、すごいいい人だったんですけど、もうそんなに鍛えなくてもいるじゃん、生きていけるからぐらいの、その人にもう半日ずっとこうトレーニングされて、それで次の日僕は早稲田の政経だったの、政治経済学部の受験だったんですよ。でもう全身筋肉痛で赤本ピカピカでもうボロボロですよ。俺ももう受験資格ゼロみたいなやつで、そいつがだからこうもう階段降りるのにもう分かる、うさぎ跳びやりすぎた次の日みたいになってるから足がこうガクガクなってたんですよ。そうすると上から遅いから降りるのが遅いよってこう押されたんですよ。怖いよ東京は。で僕はそこから落下して7、8段ぐらいだったんです。何段かは僕のこの動物的なね野生的な反射神経でもってトドットドってこうやったんだけど、最後の5段ぐらいはもう足がこう体が横になってるからもうこのまま飛ぶしかなかったんですよ。でトーって飛んで着地した時に右足の付け根を骨折したんです。ありますこんなの、まあ、剥離骨折ですけどね。これだからもう右足痛いわ、筋肉痛だわ、遅刻しかかってるわ、赤本ピカピカだわね、もうこんな状態で門が閉まりかけてるのを受験生ですって言ってギリギリ入って受験したっていうのが、これもうほんとね皆さんこれ注意してください。誰にでも起こりうる事故だと僕は思うんですよね。でもねそうやってみんなねいろいろ失敗しながらちょっとずつ何かを学んでいくわけですよ。そう結局どうしたんですか受験は。受験ちゃんとやりました。やったんだ。はい、もちろんやりました。僕あの私立、まあもともと理系だったんでね、それ分転した後の受験ですけど、私立はあと慶応の経済を受けましたね。はいはいはい、慶応の経済はねもう本当に苦労しました。へえ。国語がないんですよ。小論文みたいな感じなんですけど、経済を受けた時には経済に関するね相当にこんな専門知識が基礎になってね、その基礎知識がないとまずもう論文が書けないというような出題形式だったんでね、僕受けた時は。政治とか経済の話とかをもう直前にうわーっとたらふく食べて、でまあ論文で吐き出すと。ただ僕実はこれこう見えても全国論文模試で全国1位取ってるんで。え、そうだったんですね。はい、まあでも全国1位とか2位とかもうその論文だからね、上位100人ぐらいっていうのは多分団子なんだと思います。実力的にはそんなに変わらないけど、何かの表紙に高い点数がついて数点差で模擬試験の当時名前とかも出たんですけど1位に出てました、総計して。それ受けてる人が5人とかじゃなくてそれはもうなんかカバディのなんか高校野球部みたいな。あ、カバディの野球部ごめんなさい間違えた。どういうことカバディ。もう競技人口が少なすぎるところで金メダル取ったみたいな。甲子園違いますよ。カバディの間違えちゃった。いやーだけどまあそうは言ってもね、やっぱり知識がないと書けない分野っていうのはやっぱりまずその前提知識が欠落してるとうまい文章にならないんですよ。へりくずばかりこねくり回しても論文にはならないんで、でアイディアもまあ面白い切り口で文章自体も着眼点だとか結論がユニークだったり、いろんな見せ方が慶応の小論文にやっぱあって、まあそれはそれでやっぱりね当時はもうずっと苦労しましたね。そんな感じで受験したんですね。そうなんですよ。すごい。え、慶応経済はでも行けた感じでした。行けました。両方僕受けたとか受かりました。はい、さすが。ただ僕その経済的支援を称えてる状況なんですよ。こんな話までしていいんですか経済学部だけど、はい、経済的支援、そうそうそう、経済学部に入る前ね、医者になるっていう夢を捨てて辞めて分転して、じゃあ何学部を受けようかっていうところからもう一から始めてるから、まあ潰しの効く学部っていうのは法学部か経済ぐらいかなってその当時思って、でどっちでもよかったわけです。でだからその政治とか経済とかまあまあ食っていけるかなと思うところを受けたわけですよね。なるほど。私立大学に進学する意図ってのは最初からなかったんですよ。ただまあやっぱり浪人を繰り返すつもりはなかったですし、まあ、どっか受かったらそこに行くつもりだったので受けた。まあ、ただやっぱりもう誇りとプライドがあったんでね、できれば文転した以上は文系学部でも最高峰と言われるところを受けてちゃんと結果を出そうと。誇りとプライド同じ、同じですねちょっと重複表現なんですけどね強調したかったっていうそういう感じでやって受験やって、全くトピックが変わりましたけどね結局ね話の。そうですねまあ次こそはちゃんと聞かないといけないですね、はい、で大丈夫ですか、なんか話し忘れた面白い受験エピソードないですか。いやそれいっぱいあるけど、まあちょっとここは小出しにしたいところですね。小出しにね、はい、そんな感じで経済学部で、はい、まあ経済勉強して経済勉強しました。
でも予備校講師になったわけですからね。そうですね。ここにはちゃんとまあ理由があるはずなんで、その辺のことをですね。これがね、何の理由もないんですよ。いやー、これはちゃんとちょっとまあ次ちゃんと動画で聞かないと。次は総先生に。次こそは予備校業界どうやって成り上がっていったのかですね。そうですね。まさかこんなにね受験の話いっぱい聞くと思ってもいなかったです。はい、はい、参考にして。ピカピカな赤本よりもそうですね、ボロボロにすると、これコツなんですよ。はい、ぜひ見てください。はい、ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。